悪い四より版と呼ばれる、ヘンリー五世1600年版の表紙、ヘンリー五世は、ウィリアム・シェイクスピアの刺激、1599年作と考えられている。イングランド王ヘンリー五世の生涯を描いたもので、特に百年戦争のアジャンクールの戦い前後に、焦点を当てている。リチャード二世、ヘンリー四世、第一部、ヘンリー四世、第二部に続く。 ヘンリアド4部作の最終作である。当時の観客にとって主人公、ヘンリー5世は先にヘンリー4世で手に負えない自精心に欠ける少年、春王子として登場していて馴染みあるキャラクターだった。その赤き王子もヘンリー5世では分別ある王に成長し、フランスの征服に乗り出す。シェイクスピアがヘンリー世で主に財源としたのは、 他の刺激同様、ラファエル・ホリン・シェットの年代記で、それが、劇に、ターミナス・アド・クエムを与えた。エドワード・ホールの、ランカスター、ヨーク両名化の統一も参考にしたようで、研究者たちは他にも、サミュエル・ダニエルのバラ戦争を題材とした詩に、シェイクスピアは通じていたのではと示唆している。ファースト・フォリオから、 ヘンリー五世の最初のページの複写第5幕冒頭のコロスの向上にティローン博のランチン圧に失敗した第二代エセックス博ロバート・デバルウェの言及があることからヘンリー五世が書かれたのは1599年の初め頃と考えられている1600年8月14日書籍賞トーマス・パビルによってザクロニクル・ヒストリー・オブ・ヘンリー・ザ・フィフスとして 書籍出版業組合の記録に登録された。最初の4折版はその年の暮れ前に、パビルというより、トーマス・ミリントン及びジョン・バズビーによって出版された。旧一は短縮版で、悪い4折版と呼ばれている。海賊版か書き留めたテキストであることは、間違いない。第二の4折版は1602年に、パビルにより出版された。さらに1619年には、 Q さんが、ウィリアム・ジャガードの、フォールス・フォリオに収められ、1608年の誤った、日付で付けられていた。最も優れたテキストは1623年の、ファースト・フォリオのものである。1599年春に新しく建てられた、グローブ・座で初演されたと伝えられる。グローブ・座は、プロローグで、王子型の木造小屋と言及されている。 1600年の最初に印刷されたテキストでは、この劇は何度か上演されたと書かれてあるが、確実にわかっている。最初の上演は1605年1月7日、宮廷においてだった。サミュエル・ピープスが1664年に見た、ヘンリー5世は、シェイクスピアでなく、初代オーラリー博、ロジャー・ボイルのものだった。シェイクスピアの、ヘンリー5世は、 劇作家、アーロンヒルの海底で1723年舞台に戻った。シェイクスピアの時代にヘンリー5世が人気があったという証拠はない。しかし、現在ではたびたび上演され、そのセリフの多くは大衆文化で使われている。特に人気なのが、第4幕第3場における、ヘンリー5世の聖クリスピーの祭日の演説である。 ブロードウェイ史上最も長い上演は1900年のリチャード・マンスフィールド主演の54回である。他の特筆すべき公演には、1859年のチャールズ・キーン、1872年のチャールズ・アレクサンダー・カルバート、1928年のウォルター・ハムデン、そして1937年オールド・ビッグ・シアターのローレンス・オリビエなどがある。 ヘンリー5世イギリスルネサンス演劇は背景を使わなかった。大規模な戦闘を伝えることと、張り出し舞台の位置の変更の難しさを考慮して、シェイクスピアは、観客にストーリーを説明し、観客の想像力を鼓舞するコロスを起用した。コロスは、ヘンリー5世を演じる役者が、マルスの振る舞いを呈するよう、炎のミューズに鼓う。第二幕以降、コロスは、 幕の最初に登場する。ヘンリー5世がフランス遠征を決意するまでが描かれる。ケンブリッジハクらがヘンリー5世暗殺を企てた実在の事件、サウサンプトンの陰謀事件が描かれる。ヘンリー5世がそれを懸命にも暴き、逆賊たちに断固とした処置を取るところは前作、ヘンリー四世から大きく成長したことを示している。また、 シェイクスピアの他のシリアス劇同様、本筋と対照的な動きをする滑稽な脇役たちが登場し、時には本筋について注釈を入れる。具体的には、兵士のピストル、ニム、バードルフ、それに、ステレオタイプの喜劇的なウェールズヘイフルエレンの発音釈用を試みた名前である。さらに、ヘンリー4世に登場したフォルスタッフの詩にもわずかに触れている。 第3幕第4話から、キャサリンがアリスに英語を習っているところ。ラウラ・テレサ・アルマタデマがハーフラーの方位の下りでは、Once More u n t o チ the Breach, Dear Friends, で始まるシェイクスピアの有名なセリフが出てくる。アジンコートの戦いを目前に控えて、勝利の確信がつかない。夜、ヘンリー五世は一兵士に変装して、兵士たちを励まそうとや英知を回り、 兵士たちが実際にどう考えているかを知る。講述する聖、クリスピンの祭日の演説は第3話に出てくる。アジャンクールの戦いに勝利した後、ヘンリー五世はフランス王女キャサリンに求婚する。最後は、フランス王がヘンリー五世をフランスの王位継承者と認める。コロスが登場し締めくくる。シェイクスピアが前に発表していた。 ヘンリー5世のコヘンリー6世の劇にも言及する。アジャンクールの戦いを描いた当時の細密が主激ヘンリー5世の戦争観については正反対の解釈ができる。一つはヘンリー5世のフランス侵略と軍事力の称賛。もう一つは戦争反対の軍は。一部に国家主義的な誇りの美化と当時のイングランドのスペインアイルランドに対する 軍事的投資をつなげたものだという意見もある。実際、第5幕冒頭でコロスは、アイルランドとの戦いについて言及している。劇中、ヘンリー5世は策略を進んで用いる、見かけの誠実さと死を辞さぬ気迫を一つにした、剣忘術数を見せ、それがこの劇のアンビバレントさを象徴している。それに対して、この劇は、 ヘンリー5世の暴力的な動機に対して批判的に見えるという意見もある。コロスとヘンリー5世の立派な言葉は、ピストル、バードルフ、ニムたちのゲビタアクションによって終始貶められている。ピストルは誇張したブランクバースで喋るが、それはヘンリー5世の喋り方のパロディのようで、ピストルたちはヘンリー5世の本性を表しているというのである。 ヘンリー4世に出てくるイーストチープの人々は君主としてのヘンリー4世の冒険家の要素を強めるために存在しているという指摘もある。ヘンリー5世のこうした不明確さは公演においても多様な解釈を生んでいる。第二次世界大戦中の1944年に作られたローレンス・オリビエ監督主演の映画ヘンリー5世は 愛国心の面を強調したのに対して、ケネス・ブラナー監督、主演の、ヘンリー・ゴセイは戦争の恐怖を訴えている。2003年のロイヤル・ナショナル・シアターの公演では、ヘンリー・ゴセイを、現代の将軍とし、イラク戦争を嘲笑した。今日は、クリスピアン祭りと称される日だ。今日島の井で帰国する者は、この後この祭日が来た時には、クリスピアンの名を聞くと同時に、 足をつまだてるであろう。教師七いで老いに及ぶ者は、年々この祭りの前夜に隣人を供をして、明日は、聖クリスピアンだと言って、袖をめくって、古傷を見せて、こりゃクリスピアン祭りに受けたのだと言うだろう。老人は忘れっぽい。何もかも忘れるだらうが、この日にしたことだけは、利子をつけて思い出すだらう。その際、彼らの口に、 続言のように解釈するのは我々の名だらう。オー・ハーリーベッドフォードにエクシーター、ウォーリックにタルボット、ソルズバリーにグロースターを彼らは並々と注いだ支配を挙げてまた新たに思い出すだらう。古ュがこの話をその息子に伝えるから今日から世界の終わるまでクリスピアンが記載すれば我々のことは思い出される。我々は我々幸福な少数は 兄弟団とも称すべきだ。今日私と共に血を流す者は、わしの同胞なんだから。どんな非戦な者も,も今日でもって、鬼神と同列になる。イギリスで今寝ている。鬼神連は、後日聖クリスピアン祭りに、我々と一緒に戦った。誰かにその話を聞きゃ。きっと、今日ここにいなかったのを、残念があり、男がスったように思うだらう。坪内商用。 わけこの演説は多くの大衆文化で引用されている。また、大衆文化と実生活の両方で、戦争への感動的劇的なスローガンは、聖、クリスピーの祭日の演説と呼ばれている。ありがとうございます。